誰これ。俺や。あ、これ絶対違う。なんか本日渡辺裕樹選手爆笑エピソードいきます。はい、最終的でどうですか。完璧でしょ。話とかはしますか。しますけど、そんな大した話はしないんでそんな印象には残ってないっていうのが本音です。ワン君うちま、はい、セーフ。やっぱ揃わなくないですか。揃うんですよ。おプレスのことは。おここですうわ誰ですか誰ですか誰ですか。渡辺裕樹選手爆笑エピソードいきます。でこんなイケメンであんなスタイルめちゃくちゃ良さそうに見えて体重85キロあります。石原と覚えてるかな。笑顔ね。マーキさん。あ、ダメじゃん。ダメじゃん。笑顔。ダメでした。笑顔。ちょっと試合でミスをしてしまったと。そしたらもう高校野球で最後の試合で負けたかのような号泣しててちょっと可愛いなと思いました。それぐらい悔しい思いしてたんだなってちょっとなんか愛くるしく感じました。絶対無理や。初めて見た。これ絶対違う。何が反撃してる。出たと思うんで絶対じゃん。これです、はい、ハマってること。音楽聴くことっす。ヒップホップ系とかなんかちょっとチルっぽい系な感じっす。チルっぽい系だそうです。今風ですね。今風な曲聴いてます。誰これ。俺やもう簡単や。おお。ここらへんやろ、ここらへん。ほらすごい。これ当てたらやばいじゃん。コンプリートを目指します。え、言語こうやから。あ、はい、で、これでこうやろ。はいはい、余裕です。枚数が少ないのでコンプリートを目指してください。あ、一発ですか。はい、行きます。まあ、最終的にはいけます。はい、最終的ってどういうことですか。完璧でしょ。はい、これね。あ、これね。ってことはこの2枚。はい、できた。もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。お、規則正しい。いいよ。俺のこと好きやん。これかな。これこれめくれやん。うわ、おお、ワンペア。え、これここ
お前さ並び方クセつすんだよ。車買ったんすよ、Kが乗りたいらしくて、いつもドライブ行こうや、スタバ行こうや、スタバドライブスルー行こうや、誰かしら誘って毎日やってるっす。みんな行きたがるっすかね。だいたいスタバのドライブスルーで、スタバ行こうや。自分引いた。すごい。すげえ。恥ずかしいなんか。あ、小峰。頼む。やばい、終わった。え？混乱して。これ、え、じゃあ一応僕揃えてたらいいですか。はい。なんか自己顕示欲高いやつみたいになったんですけど。何してるんですか、休みの人。いやもう本当に最近はもうめちゃめちゃトレーニングしてます。今年はもうしっかりがっつりトレーニングしようと思ってめちゃめちゃトレーニングしてますね。なんで、まあ、チームメニューが終わった後にこの後も今日午後3時ぐらいから下半身を2時間ぐらいがっつりやろうかなと思います。揃えなかったら始まるな。おこれ揃わなかったら、あ、鍋さん、鍋さんさっき閉めた、あ、すみません。で、これじゃなかったっけ。自分を信じましょう。いや、これっしょ。本当ですか。ひどい、ひどい。